汚れてんのかな。ふき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 。なんか色色すごくない？なんで？明るさ？なんでだ？眼帯です今日も。 でもね、ちょっと良くなったの。昨日より、昨日より良くなったから見てほしい。いきます。痛い、痛々しいです。閲覧注意です。なんか、グロいの見たくないよって人は見ないでください。いきます。せーの。ちょっと良くなったくない報告。経過報告。 ちょっと良くなったよねちゃちゃさんありがとうございますしゅんさんもありがとうございます待ってまぶたに当たって痛いわどこここら辺でいいのかケネスさんありがとうございますしゅんさんもありがとうございます富士さんありがとうございます うぶし銀さんありがとうございます。ケネスさんもありがとうございます。サダコさんもありがとうございます。ケンタロウさんもありがとうございます。ユウスケさんもありがとうございます。ドサンコトントンさんもありがとうございます。目どうしたのだってえ目はあのモノモライになっちゃって、そうしてます。 4日目天守閣さんありがとうございます見せておくれだってえ見せるよせーのじゃーん <laughs> 薬塗ってるからつやつやしてるけどゴロムラヤマさんありがとうございますシマオさんありがとうございますアリアナ・グランデさんありがとうございますライムさんもありがとうございます そのうちのあるねなんか今日海「海」「海」「海」っていうのなんか白くなってる「海」を出したんですよそうだから結構いい感じでねちょっとさなんか画面の色おかしいかな大丈夫画面の色おかしい感じしないいつもと一緒 マーディさんありがとうございます。アブリコットさんありがとうございます。知恵の悲しみさん悲しみありがとうございます。<laughs> 悲しみありがとうございます。お姉ちゃんから写真が送られてきました。ね、iPad ってさあ、こっちでお休みモードにすればいいのか。それお姉ちゃんがめっちゃ写真送ってくるお休みモード。 猫好きレッズさんありがとうございます悲しみ嬉しみピンクカメオさんありがとうございますもうあとえっとあと何日だで今月30日までさ31日までなの えっと12月2日皆さんね十12月 !?12 月2日皆さんぜひあの神田明神ホール地下1階で無料で見れるのでお待ちしてますみんな来てね遊びにライムさんたくさんありがとうございますたこたくさんありがとうたこ焼き6個入りかなありがとうございますイェイ 嬉しいたこたこウォリンスキーさんありがとうございます。ありがとうよ。YSA73 さんもありがとうございます。ウォリンスキーさん、くまちゃんありがとうございます。マー君のパパさんありがとうございます。初見の コピーペイさんもありがとうございます。タカプーさんもありがとうございます。韓国語でカムサハムニダサランヘヨです。ルシ,ェル,ンルシフェルンさんありがとうございます。カナティさんもありがとうございます。グッシーさんもありがとうございます。フィニアッシャーさんありがとうございます。カンちゃんさんもありがとう。ありがとう。 今日はあのお姉ちゃんとお揃いの服パパがプレゼントしてくれたスウェットなんですけど見てくまちゃん可愛くないうわ足短いくまちゃんになるんでこうやって足短くこのくまだけど本当は長いですってこういう服を着てます可愛くないこの服おす,おすすめじゃないあのお気に入りウルツさんありがとうございますケビンさんもありがとうございます まるさんもありがとうございます。地球マークの方ありがとうございます。君が落とした眉毛さんありがとうございます。峰丸さんも常ねたんさんもありがとう。マッキーマッキーさんありがとうございます。YSN さん篠田さんありがとうございます。かわいいよねこの服。見せてくスタイルしよう。アートお話し会、じゃん あるので気になってるよってて人はぜひ来てください12月24と12月25がおすすめで1月15は私今17歳なんですけど1月18日に誕生日があるので1月10あのが7歳なんですよ今だから17歳最後の17歳の私なのであのお待ちしてます。 楽しみ楽しみ神田明神何時からですか調べます何時だっけ何時何時だっけ少々待ちを神田明神ちゃんは 12月2日の12月2日の金曜日17時から17時半ですね次がコンカフェ新人トークだってええー、面白いね日本酒を作ろうとかもある30分間制作発表会です見に来てね 1> 私一人かな私一人で多分監督さん2人でありますえ不安なんだけどみんな応援しに来てくださいぜひ待ってます17時に神田明神ホール地下1階12月2日お待ちしております来てねみんな高しさんありがとうございますバズール・ハデスさんありがとうございます セゴドンさんありがとうございます。ともさんもありがとうございます。なかなかさんもありがとうございます。ムロキックさんありがとうございます。アズさんもありがとうございます。マークさんもイマチンさんもありがとうございます。ゆうやさんもありがとうございます。チュうさんありがとうございます。言えてなかったのがあった。来ないと寂しいもんねえ。そう来ないと寂しいからみんな来て。 質問コーナーとかありますかえあるんじゃないかなね何か私もまだ詳しくは知らないんですけどで明日演技レッスンがあるんですよその映画のね演技レッスンがあるので頑張ってきます緊張だけどそうねこれでいくか明日までにねちょっとでも晴れ引いてくれてたらあのこれ眼帯なしでいけるんだけど なんかやっぱり眼帯があるとねななななんか右目でずっと見なきゃゃいいいけないじゃないだからなんかすごいね疲れるのここら辺が頭のここら辺が痛くなるから早く外したい今日もレッスンだったんですけどこれつけながらやってたらめっちゃ気分悪くなってもう無理だ痛いしと思って眼科に急いで行ってきました。 12月2日皆さん来てね注意じゃなくて空ですよああごめんなさいソラさんありがとうございますたこ焼きのギフトはまだ必要ですか必要ですもう必要じゃない時なんてないですくださいあのチャレンジから皆さん受け取れるので無料の10個 1>, 1日10個受け取れるのでぜひまだもらってないよって人はチャレンジからゲットして私のルームでぜひ投げてくださいそうやっぱ1日ね3時間や,りやろうと思ってるんだけどなかなかねちょっとスケジュール的に3時間取れない日とかもあってそれプラスこれでしょ申し訳ないよ謎の中国人 K さんありがとうございますたかぷーさんもありがとうございます コ月ガーツさんもありがとうございます。ありがとうみんな。そうで今から今からっていうか今日今からあのねみんながね今年のデビュー周年の日に楽しみにしてたやつができなかったので今回どうしてもそんなの結構ね多くて。 あのいつも出してる動画「<laughs> 今年ないんですか?」っていう声が多くてあ意外と楽しみにみんなしてくれてたんだと思ってそうみんな意外と楽しみにしてくれてたんだって思ってちょっと今年の最後らへんにあの出せたらいいなと思ってそれの会議をしていきます会議っていうかどういうのにするか。 きのっぴさんありがとうございます佐藤うたつおさんありがとうございますけんたんさんありがとうございますどんちゃんさんもありがとうございますささっとメイクさんありがとうございます嬉しいわ <laughs> 毎年恒例の楽しみえ嬉しいそうだからちょっとできるだけね昨日初めて来たから目鉢子姿しか見てない そうでしょ早く外したいメバチコ姿からそうメバチコなのメバチコだから早く外したいですえ本当に早く外したい外したすぎてもうどうしようって感じですりったんさんありがとうございますココポンさんありがとうございますありがとうみんな嬉しい そう今日は頑張って真面目なお話してきます次の雫公園行くねだってえー嬉しいわ3日の日お待ちしておりますそれも私いつもぎさんがしてるポジションぎさんと私同ポジなんですねそうだからあのいつもと違うポジションなので 忠臣さん、ありがとうございます。うずうずきさん、あっといういミーティングさん、ありがとうございます。やさぴかさんもありがとうございます。ベンさんもありがとうございます。ちゃまのし、ちゃまの自然でいい。tiktok 見てます。え、嬉しい。今日はちょっとね、20時前配信が終わってすぐもう tiktok 投稿しちゃうね。そう、今通信制限に私なっちゃって、まあ高いと思うと思うんだけど。 ま通信制限に私がなっちゃって外であの TikTok を更新できないんですよそうだからちょっとお家にいる時間に投稿したいなと思うのでちょっと7時多分半とか本当に7時半過ぎに投稿しちゃうねショールーム終わってすぐ投稿しますごめんねちょっと早めになっちゃうけどいつもは TikTok は20時投稿なん でも iPad でもねログインできたのでも iPad でログインした日からの下書きしかあの追加されなくてどうしてもねそうないのよねここのあれに下書き下書きねないのよここにそうないのないからもう こっちでやる早めに投稿します。レイさんありがとうございます。同じ名前だね。とサンコトントンさんもありがとうございます。通信制限解除してやしてよ。なんかさテオネアダさんありがとうございます。ヤスさんありがとうございます。そう今日はもうあと十十二分で終わっちゃうんですけど、そう今日は30分配信。そう。 ちょっとみんなどういうのが見たいかな動画なんかもうやるって言っちゃってるけど何がいいと思うみんなどういう系が見たいでも私はなんか私あんまり強い要望はなくて何だろう何がいいかな私的にはどういうのがしたいかなと思った時になんか映像が綺麗なのがいいなと思って。 あのおととしの作ったやつは CG とかを使ってたんですねそうだからグリーンバックにしてそうグリーンバックにしてあのー、撮ってたんです映像をで合成上からかけてってしたんですけどなんかもっとが映像が綺麗なやつ作りたくてってなると撮影場所が大変だなってなってそうだからなんかどう どういうのがいいかなと思って、そう予算もさ、実費だから、あんまかけれないんですよ。だから、衣装とか、まず衣装関係だね。まあ、どういうのが作りたいか。うん、って感じ、どういうのが作りたいかな、今年一年。おとき話できたから、イルミケ、あ、あり。しんやさん、ありがとうございます。え、みんなさ、どういうのが見て、でも、どういうのって、むずいよね。 さくちゃんさんありがとうございますなんか一つ思ったのは TikTok をさ今年頑張ってるじゃないですかだからなんか彼氏目線風景みたいな感じのやつでもそうなると難しいんだよねだからなんか MV 風にしたいなんか言っちゃえばあのバックナンバーさんの MV 風 MV みたいな感じをちょっと想像してる <laughs> どうしよう迷うひピノッポさんありがとうございますほやさんありがとうございますたこ焼き投げちゃってごめんねだってえ逆にありがとう嬉しい目どうしたのえっと物もらいですごめんね TikTok の MV 風とか確かにありどういうのにしようかな モビラさんありがとうございます。でも撮影時間もあんまりかけれないんですよ。2日間3日間ぐらいで終わらせたくて。プラス編集の日,日数とかもあるから結構ね割ともうキンキンに撮んないとなと思って。そうえどうしようどういうのにしようなんかこういうのにしたいですって言わないといけないのにさ言えない今じゃんどうしよう。TikTok、の かりし目線かな、で、気になってきました。ありがとうございます。こんな姿恥ずかしいけど。<laughs> ありがとう、嬉しいよ。今日もティックトックは、ここのね、ショールームに来てくれる方にだけ、いう。報告なんですけど。あの、今日のね、ティックトック、いつも二十時投稿なんですけど。今日は十九時四十分とか、配信が終わってすぐに。 上げます投稿しますのでみんな見てね埼玉のおじいちゃんさんありがとうございますまだ治んないのえそうまだ治んないのんか今ちょうど海産んでて普段そのヘアスタイルなんですかだってうーんどうだろうでもでどうかな半々かな半々かなコンサートの時でも前髪上げてることあるし逆に下ろしてる時もあるしうん 結構半々,かも半,々半々かなみんなどうだっけ <laughs> みんなが一番知ってる私のことロミーさんありがとうございますそう逆にこれレアだよね私眼帯姿で配信してるのを今が初めて今っていうかこのイベント期間が初めてポさんありがとうございます NNB のイベントで星集めに来ましたたこ焼きいるえ欲しいください欲しいぜひよければ投げてくださいホタテ屋さんありがとうございますスイートレッドさんありがとうございますアツさんもありがとうございますラブパントムさんありがとうございます 目薬を処方された目薬2種類とあと塗り薬を最初の病院で処方されたんですけどなんかなかなか良くなんないプラスなんか痛さが日に日に増しててでどうしようかなと思って今日ねあのレッスンが終わった後にいつも行ってる方の眼科に行ったんですねこの間1軒目は日曜日でそこしか会えてなくてそこに行ったんですけど今日はいつも行ってる方に行ってあのこの。 あの目薬こないだ行ったら処方されたんですけどって言ったらこのこっちは意味がないつけてる意味がって言われてそうなのかと思ってあの飲み薬をもらいましたそうで脳がたまってるから家に帰ってホットタオルで蒸して出してくださいって言われて出したのそしたらねなんか白い部分がなくなってちょっとすっきりしましたそう リーちゃんさんありがとうございますパンダさんもありがとうございますゾウさんもありがとうゾウさんさんありがとうございます意味がないのを出すってどういうことねそれ思ったの私もでなんかさ,さこの間の配信では言ったんだけどその日曜日に行った方の病院私初めて行ってで、それ結構家,が家にね近いところの眼科なんですよ家から近いっていうかまあまあ近いまあ一番近いみたいなで なんか昔前もどこの眼科にしようと思って調べてたのでここが一番近いからここでいいやと思ってたまたまあのなんんだっけ口コミを見たんですねそうそしたら口コミになんか「ここの病院はぶ医者だ」みたいな書かれてて「えやぶ医者なの?」と思ってまあわかんないけどとりあえずじゃあそこはなしにしようと思って。 なししにしてそしたらまあその先生すごいいい先生でででもこの間日曜日にもうそのやベ医者のところしかやってなくてもうここしかないと思ってまあ病院行かないよりはマシでしょうと思って行ったのねで行ってでも全然薬でよくならなくて今日いつも行ってる方の眼科に行ったらこっちの薬は意味がないですみたいなでもなんか最近これ処方する先生多いんだよねみたいに言ってて。 やっぱいつもの先生がいいなぁと思ってカプレーゼ 3tms さんありがとうございますもの好きな犬ちゃんさんありがとうございますユキさんもありがとうございますドゥフィエモンさんもありがとうございます口コミ正しいんだねね <laughs> 口コミってみんなだから見た方がいいよ口コミすごいねなんか1件だけじゃなかったのヤブ医者みたいな書かれてるのがねなんかヤブ医者とかすごい ただ申しし訳ないしちゃんとね資格も取ってらっしゃると思うけどなんかその態度が悪いみたいなそう態度も悪いよみたいなみんな結構書いててなんか星が結構ね2とかだったのねだからそうでも「やぶ医者」ってねないと思うけど実際にはそういう言葉はあるけど実際にはないと思うけど。 結構なんか態度が悪い、うん、確かに態度悪かったですなんか「これって物もらいですか?」って私は聞いたのねそしたらなんかうーん「うんまあ物もらい」みたいなパッて言ってたからあちょっと態度悪めだなーと思ってなんかねサバサバしてただから別にねその先生が態度が悪いとかじゃなくて多分ね何て言うの普通になんかサバサバしてる先生なんだと思ううケニゃンさんありがとうございますちびぞうさんもありがとうございます あ今日はもうそろそろあと4分ぐらいかな。で配信終わります。えー、どういうのにしようえ、みんなどういうのがいいと思うどういうのでしようどういう、え、ちょっと待って、バックナンバーのミュージックビデオ、バックナンバーさんのミュージックビデオ。おすごい,すごいすごい、すごい。おすごい、すごいそうそうそう、すごい。 若い子はすぐ治るからそっけないのかもえーそんなことあるみちさんありがとうございますみずほさんもありがとうございますそう目がまだこれなのゆうきにゃんにゃんさんありがとうございますじょうふんさんありがとうございますまりこちゃんもありがとうしん,くんしんくんたんありがとうございます 後でインスタで募集してみようかなどういう動画が見たいですかって周年のやつのやつでもなんか別に、ね、どうしよう迷うねまあとりあえず TikTok もでもすぐ投稿しちゃうね投稿できなくなっちゃうからじゃあちょっとああ初見の方ありがとうございますケルソーさんもありがとうございますじゃあ今日はこんぐらいで終わりたいと思いますごめんねちょっと時間が取れずで ジン・ウキキさんありがとうございますじゃあ13位からいきますマーク・オレンジさんありがとうございます12位はヤス1983さんありがとうございます11位はキノピさんありがとうございます10位は地球マークの地球の M 字の方ありがとうございます9位は知恵の悲しみさんありがとうございます 8位はタカブーさんありがとうございます。7位はセッキーさんありがとうございます。6位は YSA73 さんありがとうございます。5位は天守閣さんありがとうございます。4位はウェリンスキーさんありがとうございます。あウォリンスキーさんありがとうございます。3位はベンさんありがとうございます。2位はドサンコトントンさんありがとうございます。1位はライムさんありがとうございました。ありがとう。 しんちゃんさんもありがとうございますありがとうさようなら明日もできる時間あるとわかんないの明日こそそうなんか最近本当に大体何時に仕事終わるとかっていうのも 把握できない感じでそ,うそうあい時間が空いたらするっていう日々になっちゃうからまたいきなりねこの時間にしますとか言うと思うのでぜひツイッターとか755とかフォローして通知オンにしていただけてたら嬉しいですじゃあ今日はこんな感じで終わっちゃいます今日の8今日の8イエイバイバイ <laughs> バイバーイ みんなバイバイあ、すずのところ行くあ、すず今から配信なのじゃあみんなすずのところすずちの部屋だけすずちのお部屋私の友達のところ行ってみてねトラッカーさんもありがとうございます最後にじゃあみんなまたねバイ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 またね明日かなちょっと頑張ってきます真面目な会議 <laughs> バイバイ